スマイリングチャンネル、イエーイ。皆さんこんにちは。愛と笑顔を広げる番組、スマイリングチャンネルの時間ですよ。スマイリングチャンネルは地球をハッピーにする人、物、ことを伝える番組です。はい、今日も元気にいってみよう。はい、今回のメンバー自己紹介いきます。はい、もうすぐ運動会、楽しみなももかです。で、気合を入れると髪が伸びるサーナです。伸びてる、伸びました。もう秋だなって感じているあやです。おばさん、秋だね。では今日のピントークコーナー行ってみましょう。はい、前回あやちゃんだったので、ももかちゃん。ももかです。さっき自己紹介で言ったんですが、もうすぐ中学生になって初めての運動会があります。小学校の時はリレーや玉入りなど競技が決まっているんですが、中学校では選べるので、私はバスケのドリブル競争がとてもやりたくて、じゃんけんで勝ってやれることになったので、とても楽しみにしています。そしてもう一つ、学年種目である波乗りジョリーっていう種目では、ジョリー、はい、ジョリー、ジョリーっていう名前の人をやりながら、人がこういう状態で立っているところを上をタッ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 と歩いていくのが難しそう。なかなか難しくて、ゴールまで行ったことがないので、本番で落ちないよ。なので本番は必ず最後まで行けるようにもっと練習したりして頑張りたいし、あとドリブルでもボールが飛んでったりハプニングが起きないように一生懸命頑張ります。頑張れ、ももかちゃんの応援よろしく。よろしくお願いします。もしかしたら飛んでたりしないよ。頑張る。終わりです。はい、ではここで一旦 CM です。どうぞ。スピーチもしました。ではご覧ください。どうぞ。あー、かわいい。すごい、こんにちは。楽しみ、楽しみにしてます。よろしくお願いします。ブー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 ブ
介をするクロスのコーナーです。どっから買ったの？これはね、借りました。借りたの？まず作ったんですか？から聞くんですよ。それって買ったんですか？あるものを生かすことで、その人らしく生きていくっていうことを教えるということです。いい質問、ちょっと痺れる。どういう思いで、なんか自分自身が今まで変なこだわりを持ってたから、そのこだわりだけじゃなくてね、自分がやっていきたいこととか生きていきたいことっていうものをね、自信を持って語ったりしていくっていうことを大事にしていきたいなっていう。舞台女優を目指していきたいです。マッサージ師は
家で私はマッサージがうまいと言われているので、お湯のマッサージ師になりたいなと思いました。頑張っていきます。終わりです。私の将来の夢はイルカショーのお姉さんになることです。お姉さんになってお客さんを笑顔にします。どうしてイルカショーのお姉さんになりたいかというと、小さい頃から水族館に行っていてイルカショーを見ることが大好きでした。イルカが私を、私がイルカを、お互いが大切に思い合えるように心も磨いていきたいです。皆さん楽しみにしていてください。これで終わります。金谷龍馬くん、白菜。じゃあ土井光陽くん、夢はきっと叶うでしょう。おめでとうございます。すごく素敵でした。欠点も長所なので、これから素敵にいっぱいいっぱい素敵な俳優さんになって演技してください。はい、ありがとうございます。して包み込むみたいな、そんな温かいイベントだったと思います。ではここで視聴者さん、噛んだよ視聴者さんからの質問コーナーというわけで Q&A コーナー行ってみたいと思います。おお、はい、今日は大阪の Y さん、何をしている時が幸せですか。寝てるとき、歌っているとき、美味しいものとかを食べてるとき。ああ、それはもう生きてる醍醐味。あと、幸せって言ったらもうキャビアとかなんかそういうのをなんか食べるっていうか、なんか特別なものを食べたり、そういう、なんかいつも食べれないものがここに来て、食べます、いただきます。そう
そしてなんかケーキとかでもなんか幸せ。わかる。美味しいもんね。特別な時とかなんか記念日とかそういうね、うん、めでたい時に食べるし、ハッピーも満載。なんか、うん、みんなでお鍋とかもいい。お鍋も幸せ。なんかもういつも家で食べてるけど、でも外で食べる時とかはなんかもう。なんていうかわからないけどなんか幸せ。嬉しいよね。私はこうイベントとかでパフォーマンスしてる時も幸せだけど、終わってからちょっと一人で終わったってなんか ほっこりしてる時が幸せだ。あとみんなで旅行行ったりとか、なんか癒されて行った時が好き。いいね、綺麗な景色を見てこう、あーあー生きてがやったら、そして帰って家に着いたら、もう家の中入ったらぐだーって寝転ぶのが気持ちいいからじゃん。確かに。でお風呂入って出てきてなんか冷たい飲み物飲んだり、でアイスとか牛乳をぐわーって飲んだりとか。ビールいっちゃいますか。ビールやビールが幸せ。飲みませんよ。しばらく待ってください。この番組ではありません。飲みませんよ。ビールは黄色いしましまっていう。でも二十歳になったら飲みたいですか。美味しそうじゃない。美味しそうなお酒飲みたいですか。あ、でも、はい、でもあやはなんやっけな、なんやっけな、梅酒のなんか味変わった飲みたい。大人になったら、あったら飲みたい。なるほど。大人になったら梅酒を飲みます。梅酒についてちょっと似た感じの柚子酒とか新緑酒とか全部一通りと思います。コンプリートするとコンプリートすると思います。で、回り回っても焼酎とかワインとか言ってもう一回梅酒だよね。何の話やねん。私たち子供だよ。そうだよ。次大阪じゃない。大人のどこが好きですか。大阪の好きなところ。大阪の好きなところ。たこ焼きがあるところ。大人。あ、いろんな知識とかがあっていろんなこと教えてくれたりとか、うん、小さい子とかに優しくしてたりとか。いいですね。こう自分の知らないことを教えてもらう。なんかダメなものはなんかダメって言ってくれるけど、でもなんか優しい時はなんか思いっきり優しくしてくれる。なるほど、褒めてくれる。それでいいよって言ってくれる。嫌いなところ。でもあれかも、戦争とか決めてるのも大人だし、そういうのはやめてほしいなって。はい、タバコ。やっぱりか。あやちゃんはタバコが嫌いです。大嫌い。近くで吸うと多分怒りに来ますよ。怒ります。ちょっと吸うのやめてくれますか。で、嫌いです。もうなんか周りでふーんってなんか匂いがスーってなんか匂ってきたら、僕はなんか誰かに吸っとるわって。吸っとるわ。吸っとるわ。花畑なんですよ。いつか吸うようになるかもよ。いや、絶対ない。そういう子に限って。大人のね、好きなところは見習って、綺麗なところはちょっと素敵な大人になりましょう。はい、ありがとうございました。Q&A コーナーでした。私たちへの質問もお待ちしています。ぜひ送ってくださいね。どんどん送ってきてくださいね。はい、では次のコーナー行きましょう。はい、楽しいコーナーの時間ですよ。せーの、スマイリングパパコーナー。はい、今回は名曲プリンセスメロディーという曲のミュージックビデオを見ていただきたいと思います。今日はちょっといないんですけど、メガちゃんっていうハーフの子が
MV 出てきますのでお楽しみに。メガちゃんすっごい可愛いよね。そう、もう可愛いっていう、なんかをこう、なんかこうやって指とか、なんか手のひらに乗せておく可愛いの内装を描くみたいな、しまちゃんの可愛い担当ですが、モデルモデルさん、ではご覧ください。どうぞ。星が光り、私を
スマイリングチャンネル。イエーイ。みんな今日はどうだった？メガネちゃん可愛かったな。可愛い。可愛かったでしょ。癒し担当ですよ。癒し担当ですね。メガネちゃんモデルさんだしね。ね、可愛いよね、うん。スタイルもいいしね。うん。比べないということが地球をキラキラにすることだと思うので、大きい人も小さい人も、黒い人も白い人も、声が高い人も低い人も、足が大きい人も小さい人も、そばかすがある人もない人も、パソコンが得意な人も得意じゃない人も、エレガントな人もエレガントじゃない人も、今日はエレガントに行こうと思ったけどエレガントにあまりできなかったけど頑張ります。今回ね、ピーが多い回でしたね。あやちゃん暴露回でしたね。黄色いテープがシュー、お花の背景とともにシュー。あとね、本当に質問をもっと受け付けておりますので、はい、でもね、もっと質問をしたいな、どんどん送ってきて、本当にいいですからね。どんな質問でもいいですよ。してくれたらなんかお礼するかもしれないよ。というわけで、今回も見てくださりありがとうございました。じゃあまたね。